どうもおはようございます、藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんからマネーウェルというお金がもらえるアプリが本当にもらえるのかどうか検証してほしいということで、以前ね、僕 iPhone しか持ってなかったんですけど、これ Android 限定で、ちょっとね Android 端末買ったんで、ちょっとやっていこうと思います。まずはこの辺を、これで OK かな。あー、いけましたね。あ、すげえ。登録が終わった途端に4444コインもらいましたね。不吉な数字ですけれども、なるほど。このマネーベル自体はゲームじゃねえのか。おお、ちょっと待って、これあと555でペイパル50。あー、なんかでも現実的な数字っすね。あ、これはちょっと検証早そうですよ。あと555貯めりゃ最低換金額のこの50円いけますから、何かしらちょっと555貯めてみましょうか。フレンド招待でももういけるもんな。あと3人呼べばね。まあまあいっか。これダウンロードしたらもらえるのかな。あー、でもパーミニッツ、あー、これダウンロードして遊べば溜まってくよっていうことなんかな。とりあえずダウンロードしたんで、遊んでみようと思います。もう普通のゲームだよね。はいはい。とりあえず今、チュートリアルが始まった感じですね。普通のゲームですね。ログインボーナスでもらったお金で、まあ、建物建てましたよみたいな。まあまあ普段僕がやるような感じのゲームではないが、まあ、コインが足らへんと。おー、でルーレット、スロット、あれ、いや、なんかおかしいぞ。普通のゲームやぞ。あのね、僕が思ってたのは、このゲームがめちゃくちゃ広告見せられるとか、まあ、あの検証ランドの感じで、来るのかなと思ってたんですけど、スピンも全然広告なしで回せてますね。ちょっと逆に不安ですね。現在15倍速でお届けしております。驚くほど広告を見せられることもなく、快適にただただこのゲームを遊んでおります。まあ強いて言うならば、面白くはない。でも苦痛でもなければ、普通の、本当に普通のゲームですね。まあこんなとこかな。とりあえず、10分ほどこのゲーム遊んでみたんですが、これでマネーウェルのポイントがどうなってるかってなところですね。お、増えてる。もう最低換金額あんじゃん。早っ。ちょっと待って、検証10分で終わるけど、いけますね。もうなんかここまで来たら100円まで行こうかなという感じもするけど、まあとりあえずね。あなたのセルフィーが必要です。おお、いけた。あ、顔認証終わりましたね。お、こんだけでいいのか。はい、ペーパルログインしました。で、これ同意して、おお、いけた、いけたね。まあこれで、あの7営業日以内に振り込みますっていうことやったんですけど、まさかのこの検証シリーズ始まって以来のね、10分で終わるっていう。超絶ぬるいっすね。ちょっとなんかこれだけじゃ物足りんので、とりあえずちょっと100円の方まで行ってみましょうか。7営業日待つのがちょっともうめんどくせえんで、ちょっと他のゲームをね、ちょっといろいろ試してみようかなと。あ、これいいじゃん。分速1000いけるから、キングオブアバロンね。これちょっとやってみましょう。なあ、横画面か。これ編集めんどくせえな。16:9。まあまあまあ、いいわいいわ。めちゃくちゃちゃんとしてんな。もう普段絶対俺がやらんゲームやな。まあまあ、スキップして飛ばしますけどね。とりあえず別にキングオブアバロンを本気でやりたいわけではない。あー、ちゃんとしてますね。めちゃくちゃちゃんとしたゲームですね。あ、これは、あー、ドラゴン来た。これはやばいぞ。ちょっとドラゴンと京男に、ちょっとやられ、あー、やばいやばい。仲間？あ、ドラゴン仲間？はぁ、守護神的なノリなのね。はいはいはい、オッケー。うわー、飛んでいくよ、飛んでいくよ。おーっと、もう1000コインもらいましたね。チュートリアルをただワイワイ、ワイワイ見てるだけで。すげえ。だからこう育てとけば敵に、あー、ドラゴン来た、あー、余裕。ドラゴン来た、余裕だろ。あー、ありがてですね、勝ちましたね。チュートリアルが割と長めですけども、はいはいはい。まあ、これでまあ街を、おー、すげえ。
ちょっと遊ぶだけでマジでたまるなコインが、まあまあとりあえずこのゲーム的にはまあラストシェルター的なノリですね。あ、いいペースで進みますね。これでこのペースでチャプター進むんだったらなんかあんまりしんどくないんで、まあ悪くないかなってな感じですね。イチル、おー、はー、イチルの望みで1000コインどうだろうか。ああ、やっぱそういうことか。チャプター終わるごとに、だからゲームの進み具合でコインもらえますよってな感じかな。徐々にチャプターごとの、このミッション5個クリアしてチャプター進むんですけど、そのミッションがちょっとずつ時間かかるものになってきてるから、最初のうちは結構もらえるぞみたいな感じっぽいですね。まあ、こうなったら出兵していくか。で、おお、ちょっと待って、全然関係ない時でも増える。これなんだろうな、コインの法則がわからんな。おお、充填されてる、充填。さあ何コイン、うわー、12000コイン、すごい。あ、ただやっぱ分速がどんどん下がるんだな。最初は1000超えてたから、あ、豚の方もやっぱ337で下がってるから、なるほど、やればやるほど少なくなってくよというような感じですね。なあ、ただまあ悪質アプリはね、どんどん少なくなってこの目標額に届かんけど、このゲームは届くから、とりあえずこの100円と150円と両方ペイアウトしてみて、あ、でもセルフイとか取ったら面倒な手続きいらんぞってな感じですね。とりあえずじゃあこれで振り込まれるまで待ってみようかなと思います。150円ね。事件です。メールが来てまして、ペイパルに振り込みがありました、ご確認くださいってメール来たんですよ。こんなん今まで来たことなかったんですけど、マジかこれ。あー、読み込んでますね。来てるー。ちょっと待って、あ、でん、どういうことや。50円と100円いったはずやけど、この99円はなんだ、間違いないよな、俺は他から振り込んだり。あー、手数料引かれてるってことは昨日だもんね、間違いないね、マネーウェルだね、これは。おお、すげえ、ちゃんともらえんだ。本当にこれがもらえるアプリだってことが分かったんで、あとはこのもらえる法則ですね。放置しといたらお金は、コインは果たして増えるのかと。それをちょっと調べてみようかなと思います。よし、OK。じゃあちょっとこの状態からですね、もうここの画面して、1時間ほどちょっと放置してみようと思います。はい、1時間ほど放置してみました。さあ、これで増えてる。あ、すごい。2400ぐらいからだったから、まあ60分、まあ50分ぐらいか、ちゃんと増えてますね。ただもらえる額は少なくなったよってな感じですね。なるほど、だからもうこっちで放置しといた方が増えるぞと。はい、2時間ほど、放置しておりました。増えてないか、さすがにか。あ、でも充填ここで増えるんかな。おー、やばい、これやばいぞこのアプリ、マジか。開いて放置しとくだけで、まあ放置することにもらえる額は少なくなっていくけれども、しっかりもらえますね。あー、これはちょっとすげえアプリだぞ。あー、あとちょっとで250円いけますね。あー、なるほど、やっぱもらえる額はだいぶ減ってきてるけれども、ただまあ2万8000まで増えたんでね、1日でだいぶ増えましたね。ということで、これ250円、またこれしかもね、7営業日以内と言いつつ翌日には振り込んでくれる感じなんで、いやー、これはなんかいいアプリだな。またメール来ておりました。さあ、これで残高がいくらなっている、増えてる。250円で248円増えたことになるから、なるほど、額がでかい方が手数料少ねえんだな。なるほど。さあ、ということで今日はマネーウェルというゲームを紹介させていただきました。思ってるより異常に簡単にお金をもらうことができました。まあゲームをやるのが好きな方とかね、ちょっとお小遣い稼ぎたい人はおすすめです。ただバイトした方が圧倒的に時給が高い。